プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋、31、がサウジアラビアでドリームマッチ。写真、3階級制覇のデイビスサウジアラビアの王族であり、娯楽庁長,長官を務めるトゥルキアラルシク氏、42、が2024年5月15日に米格闘技専門メディア、MMA アワー、ウェブ版のインタビューに応じ、サウジアラビアで井上のドリームマッチ案を明かした。 デイビスが賢くなれば井上直弥戦、アラルシク氏が提案したのは、WBA 世界ライト級王者ジャーボンテーデイビス、米国29との試合だ。デイビスはスーパーフェザー級58.9キロ、ライト級61.2キロ、スーパーライト級63.5キロと世界3階級を制覇した強豪。現在はライト級王座を保持しており、 戦績は13年2月のプロデビュー依頼無傷の29連勝 27KO を誇るサウジアラビアで数多くの格闘技イベントを手掛けるアラルシク氏はボクシング界のレジェンドになりつつある井上に興味津々の様子でこう語ったデイビスが賢くなれば井上直弥戦これは私が好むドリームファイトだもし彼らが適正な体重を作り正しい提案をしてくれれば実現できる アラルシクシが適正な体重との条件を示したように、両者の対戦に大きく立ちはだかるのが体重の壁だ。井上は現在スーパーバンタム級55.3キロの王座を保持しており、ライト級のデイビスとの体重差は約6キロもある。井上の試合の99%は日本で行われている。対戦を実現させるならば、井上が体重を上げ、 デイビスが体重王としての契約体重での試合が現実的となるだろう。アラルシク氏はドリームマッチ実現に向けもう一つの条件を提示した。それは日本開催でなく、サウジアラビア、米国、イギリスなどでの開催だ。井上は偉大なファイターだ。日本国内だけで戦わせるのではなく、世界に見てもらおう。サウジアラビアでも、アメリカでも、ロンドンでも。 彼は素晴らしいファイターだ。数年で辞めてしまうのは残念だし、彼の試合の99%は日本で行われている。5月6日に東京ドームで世界2階級制覇のルイスネリ、メキシコ29、オロッカイ TKO で下し4団体の王座防衛に成功した井上。米国の歴史と権威あるボクシング専門誌、ザリングの pound pound、のパウンド4パウンド。 PFP イコール階級の垣根を越えた最強ランキング。で1位に返り咲き、世界最強の称号が与えられた。一方のデイビスは PFP8 位にランクイン。スポーツ紙の報道によると、井上の次戦は9月に計画され、対戦相手は IBF、WBO スーパーバンタム級1位サムグッドマン、オーストラリア25、と、元 IBF 世界スーパーバンタム級王者テレンス・ジョン・ドヘニー。 アイルランド37が候補に上がっている。サウジアラビアの王族アラルシク氏が書くドリームマッチ。体重などの問題から実現の可能性は高くはないが、もし実現すればボクシング史に残るようなドリームマッチになるだろう。